戦争中の北軍の一部隊であり、大統領に指名されたタデンスローによって設立された。この組織は民間で運営されるものとして組織され、一軍の気球操縦士を雇い、南軍を空中偵察する目的で7機のガス、重点気球を特別に作らせた。ローはアメリカの気球操縦者の中でも経験を積んだものであり、気球で、 大西洋横断飛行を試みようとしていた。その計画は、その最も重要な試験飛行の一週間前に、南北戦争の海戦で妨げられた。その後ローは、気球を偵察目的に使うことで、空中兵器の開発に、その飛行技術を使うことを申し出た。ローは、エイブラハム・リムカーン大統領と1861年6月11日に、会見し、 ホワイトハウスの全面芝生で自分の気球エンタープライズ号でデモンストレーションを行う提案をした。高度500フィートの上空からローはワシントン DC の田園地帯がどう見えるかを電報で地上に送信した。最終的にローは新しく結成された北軍気球司令部操縦士長の候補者の中からその職に選抜されることになった。 気球司令部は熟練した気球操縦士から選別されたチームを組み、ヨークタウンの包囲戦、セブンパインズの戦い、アンティータムの戦い、フレデリックスバーグの戦いなど、ポトマック川やバージニア半島での主要な戦闘で活躍した。気球司令部は1861年10月から、ローの辞任に伴って解体される1863年夏まで北軍に貢献した。 気球を空中兵器として使う試みでは、フランス革命戦争中の1794年のフルリュスの戦いで、フランス気球司令部が初めて使ったという記録があった。エーブラハムリンカーン大統領は、偵察目的で空中兵器を使うことに興味を抱くようになった。このことで、陸軍省と財務省の注意を喚起し、ある種の気球飛行部隊を設立し、 気球操縦士長に指揮させる必要性が出てきた。その職に就くことを目指して、国中から何人か上級の気球操縦者がワシントン DC に移動した。しかし、そのような部隊を設立する具体的提案はなく、また軍隊が運営するか民間で運営するかすらも決まっていなかった。さらには気球操縦士長を選ぶ方法も明らかでなく、 政府にしろ軍隊にしろ、役人の注意を引くようになった時は、自由競争のようになっていた。気球を使用することの大部分は試行錯誤で、運営した主要軍指揮官たちの意向と、気球操縦者自身の最高の自戦に任されることになった。この職を求めたものの中で、わずか二人、すなわちタデウスロー教授とジョン・ラマウンテンが、空中戦闘偵察を行う。 実際の機会を与えられた。戦場で移動式水素ガス発生機を用い、気球を膨らませるヨース・タデウス・ロー教授は、北軍の気球操縦士長の地位を求めた、アメリカ人気球操縦者の中でも、上級の者のだった。対抗していたのは、ジョン・アイズ教授、ジョン・ラ・マウンテン教授を呼び、エズラとジェームズのアレン兄弟だった。これらのものは当時飛行術で、 特別の資質を持った気球操縦者だった。彼らの中でもローは気球政作で最も成功していたものであり、大西洋横断飛行にも最も可能性があるものだった。その科学的記録はローの大きな講演者となったスミソニアン博物館のジョセフ・ヘンリー教授をはじめ当時の仲間から高い評価を受けていた。ヘンリーやその他の者の,の推薦もあって、 ローに、財務長官サーモン・チェースから接触があり、陸軍長官、サイモン・キャメロンと大統領と引見するために、ワシントン DC に呼び寄せられた。1861年6月11日、ローは、カーンと会見し、即座に気球を使った実演を申し出た。6月16日の土曜日、ローは、自分の気球エンタープライズ号で、電報の電検と電報紙と共に、 コロンビア武器コ上空500フィートに上り、通りを隔てたホワイトハウスに次のような一つ流りの伝文を送った。ローの最初の任務は地形公平体とのものであり、その気球は空中観察と地図作りに使われた。最終的にアービン・マクドウェル少将と共に働き、マクドウェルはローと気球に乗ってブルランの戦場観測を行った。マクドウェルは ローとその気球に感銘を受け、その良い評価が大統領に届くと、大統領自ら北軍総司令官ウィンフィールド、スコットにローを紹介した。将軍、この人が友人のロー教授であり、気球司令部を組織しようとしており、その長になる人だ。私は、あなたが彼の仕事を支えてくれることを望む。この紹介は呂を気球操縦士長に選別することに大きく働いた。 司令部を設立する詳細と運営の方法はローに任された。気球司令部は民間契約のままであるという誤解がそのまま続き、ローもその隊員も任官を受けることはなかった。ジョン・ワイズは1808年に生まれたアメリカ気球操縦者の初期開拓者だった。ワイズは気球の8世紀の科学に大きな貢献を果たしたが、気球乗りというよりも工業士に向いていた。 大西洋横断飛行の準備のために自由飛行を試みていたがロうに比べてうまくいっておらず社会からの財政的支援を受けずまた全体的信用も得ていなかったワイズは地形工兵隊からはまともに受け入れられて気球政策を求められたワイズがワシントンに現れたのは遅れていたが気球を膨らませて戦場に向かったその途中で気球が 雑木林に引っかかりそれ以上使えなくなった。これで気球操縦士長を求めたワイズという札がなくなり、ローはその職に就くために少なくとも一つの障害から解放された。歴史家、メアリー・ホーリングは地形技師のホイップル大義がローに、ワイズは自分の気球、おそらくはアトランティック号を持ってくる準備をしていると伝えたことを示した。その他の証言では、 ジョン・ラ・マウンテンが1859年にワイズと共に行った失敗飛行の後でアトランティック号を所有していたとしている。ローの報告書ではホイップル大尉がワイズに新しい気球を制作するよう指示したことを示したと言っている。ホイップル大尉はローが新しい気球を操縦することも提案した。ローはワイズの旧式の気球で飛ぶことに猛反対した。 公平技士たちは7月の丸1ヶ月ワイズが現れるのを待った。1861年7月19日までに、マクドウェルは気球を第一次ブルランの前線に持ってくるよう要求を始めた。ワイズが見つからなかったので、ホイップルはローに気球を膨らませて、フォールズチャーチに向かうように言った。歴史家、メアリー・ホーリングによれば、ジョン・ワイズが突然、アトランティック号と共に現れて、 ローに気球を膨らませるのを止めるよう要求し、その代わりに自分の気球を膨らませた。ワイズはそうする権限があるという法的文書を持っていたと言われる。歴史書の証言では、アトランティック号はすでにモンロー取のジョン・ラマウンテンのところにあったことになっている。ローは、その公式報告書で気球早期事件を控えめに書いているが、ガス工場の監督者から、 自分の気球を外し、別の気球を先に膨らませると告げられたと言っている。ローはその名前を挙げていないが、ワイズのもの以外にはありえないように見える。ローの新しい気球に関する報告書は、ホーリングの証言にあるように、アトランティック号と考えるべきである。ジョン・ラマウンテンは1830年に生まれ、気球乗りの分野では大変な評判を生んでいた。一度は、 ワイズと組んで大西洋横断飛行の計画を助けた。この試みは惨めな失敗に終わり、その気球は壊れ、共同事業も終わった。ラマウンテンは気球の所有者になった。ラマウンテンの貢献と成功は最小のものである。しかし彼はモンロー取り出で、ベンジャミン・バトラー少々の注意を引きつけた。ラマウンテンはミスボらしくなったアトランティック号で、 しばらくはモンロを取り出で活動し、実際に空中から戦術の観察を効果的に行ったことでは初めてのものとされている。気球皿と画号も手に入れたが、間もなく暴風で失われた。ラマ運転は自由飛行による気球偵察を提唱したが、ロウは囚われ形、すなわち軽流された飛行方式を使い、常に 地上の仲間が引き下ろせるように策で繋がれていた。ワイズとラマウンテンは長い間ロー教授のことを悪く言っていたが、ラマウンテンはローに対して信用を落とすような辛辣な運動を続け、気球操縦士長の職から追い落とそうとした。世論という競技場を使ってローに悪態をついた。しかし、バトラー将軍がモンロを取り出し機関から解任されると、 ラ・マウンテンは、牢の指揮下にある、気球司令部で任務を与えられた。それでもローに対する世論を傷つけることを継続し、また司令部の他の隊員の中にも、悪意を生んだ。ローは、ジョージ・マクレラン少将に、正式な苦情を申し入れ、1862年2月、ラ・マウンテンは、軍務を解かれた。自由飛行隊軽流飛行気球を操縦するには2つの方法、 すなわち自由飛行と軽流飛行があった。自由飛行は操縦士が飛べる限りどの方向でも、いかなる距離でも移動できることを意味している。軽流飛行は気球が一本あるいは連続した柵で地上の仲間のところに繋がれていることを意味している。自由飛行の場合、操縦士は自分の制御で上昇し戻ってくる必要がある。軽流飛行の場合、 地上の仲間が高さ制御を手助けし、戻るときは正確に出発地点に迅速に戻ってこられる。策は地上に電文を流す動線としても使える。気球観測から得られた情報はいくつかの信号術で地上に伝えられる。高か,か旅からは、電信がほとんど常に必要とされた。低い高度では準備された、旗信号。 手信号あるいはメガフォンですら地上との対話に利用できた。夜間では電信かランプが利用できた。ローがその任にあった時期の後半での戦闘にはあらゆる報告と対話は気球で上昇及び加工することで高頭で伝えられるよう命令された。このことはローの陸軍長官に対する公式報告書第2号で 通常の伝言副者が突然亡くなっていることからもわかる。ラ・マウンテント・ローは長い間自由飛行か、軽流飛行かということで議論を続けた。ローがブルランで初めてデモンストレーションを行った時は自由飛行を行い、北軍宿営地の上で空中静止したが、北軍兵の誰も適切にローを識別できなかった。ローは文民なので、 制服も気象もつけていなかった。加工するごとに、発砲の脅威に遭い、また加工するためにはガスを放出する必要があった。一度は敵の前線背後に不時着して、夜通し救出を待ったこともあった。この事故以来、ローは地上に係留された状態を選び、気球の際には巻き下ろしてもらえるようにした。それ以外にも、気球化後からの電報送信には策に沿わせた。 電信線が必要だった。ラマウンテンはモンロー取り出の陣地から贅沢な自由飛行を楽しんだ。気球司令部の下に着いた時、自分の偵察飛行は自由でなければならないと主張した。ローは隊員には厳格に決定事項だとして自由飛行に反対する指示を出した。最終的に二人は決着をつける時だと合意し、ラマウンテンはその自由飛行を行った。 この飛行は行きたいところへは、どこへでも行けたので偵察としては成功だった。しかし、帰還するときに、ラマ運転を識別できない、北軍兵に脅されることになった。その気球は撃ち落とされ、はっきりとその人だと判明するまで手荒な待遇を受けた。牢はこの出来事が自由飛行に対する反論になると考えた。ラマ運転は、不幸な事故があったものの、 飛行は大いに成功だったと主張した。この決着の試みは、議論を落ち着かせるためには何にもならなかったが、気球操縦士長としてのローの位置づけは揺るぎないものになった。ローは、軍用で使われる気球は、民間の操縦士が使う、通常の気球よりもうまく作られるべきと考えた。戦場で使うためには特別な操作と用心も必要だった。 当時の気球は、市営の石炭ガス供給基地で膨らまされ、膨らまされたまま地上院によって現場まで栄光された。ローは現場で気球にガス充填ができるように、携帯可能な水素ガス生成器の開発が必要であると認識した。しかし、管理部門の士官として待遇され、通常は詳細化の扱いだったので、資材を購入するための予算は諦めるしかなかった。 ローは、ヤホーの効果的使用法を変えるという目的で、別のデモンストレーションを行うために呼び出された。1861年9月24日、ワシントン DC の南、コーコラン取り出に行くよう指示を受け、そこから上昇して遥か南にある、バージニア州、フォールズチャーチの南軍宿営所を見下ろすことになった。遠く離れた、キャンプアドバンスに見えない北軍の砲台があった。 ローは、フォールズ・チャーチに、目倉打ちする砲台に旗信号で指示を送る、こととされた。各信号は左へ、右へ、手前へあるいは、遠くへという調整を指示するものだった。同時に報告が電報でも砦の作戦本部に、伝えられた。数回の調整で砲台からの砲弾は正しく、標的を捉えるようになった。この方法は砲撃前進観測者の先駆けとなった。 翌日、ローは4機の気球と水素ガス発生機の製作命令を受けた。ローはフィラデルフィアの自分の施設で製作に取り掛かった。その製作のために提案していたインドシルクと綿の紐を発注する予算を与えられた。それとともに気球のガスが漏れにくくなるアニスについて未公開の処方箋も実現した。水素ガス発生機。 気球一気に二台が割り当てられた水素ガス発生機は、ワシントン海軍造船所で、差し物師の親方が作った。銅管とタンクを組み合わせて、硫酸を満たし、てっぺんを入れれば水素ガスが発生した。この発生機は、老自身の設計だったが、高額の脅威と考えられた。それらは木箱に入れられるよう工夫され、それで容易に普通の荷車に合うようにされた。 この発生器は気球製作よりも時間がかかったので最初の気球には間に合わなかった。1861年10月1日第1号の気球ユニオン号が使用可能となった。携帯用ガス発生器はなかったが即座の任務に呼び出された。気球はワシントンでガス充填され夜通し栄光されてチェーンブリッジ経由でルインズビルまで移動した。 ポットマック川上流でバージニア州フェアファックス軍に入るには屋根付きで格子構造の橋を通るために気球を引っ張る者たちは橋の桁や水平材の上を張って進む必要があった気球と隊員は日の出までに到着したが夜通しく時間の試練で疲れ切っていた隊員は強風に煽られて気球を逃がしてしまった気球は後に回収されたが ローはこの事故で落胆しており、適切な装置を供給するのに遅れたことで、厳しい批判を浴びた後のことだった。南北戦争の頃のジェーンブリッジローは7機の気球を製作した。そのうち6機は任務に使われた。それぞれの気球に2台のガス発生機が付けられた。小さな気球は、風の強い日、あるいは素早く一人で抵抗度に上がるときに使われた。 ガスが少なくて良かったのですぐに膨らませることができた。以下は小型気球である。大型の気球は重量の多い時、例えば電報用電券や操縦士として一人余分に乗せる時に使われた。高か,か旅に登ることができた。以下は大型気球である。最後の2機はワシントンの倉庫に保存された。最終的に エクセルシアは高緯度の観測基地キャンプローに送られ、厳しい陶器の間インターピッドの補助気球として使われたが、ユナイテッドステーツは一度も任務につかなかった。ラ・マウンテンは、ローに対する罵倒の中でこの2機の気球を引き合いに出し、終戦の時に未使用のままで、ローが買い取ることができるように蓄えていたと言った。当初、ローはその気球が使われる1日たり30ドルを、 提案された。ローは、より適切な気球政策を許されるのであれば、1日、あたり金10ドルを受け入れると申し出た。また1日あたり、通貨3ドルで必要なだけの隊員を雇うことも、許された。ローは次の者たちを入隊させることができた。父親で成功した気球乗りのクリビスロー大西洋横断飛行を目指した時から主眼していた。 船乗りのディキンソン船長、操縦士長を競っていた時にその気球をなくしていた、アレン兄弟。アレン兄弟が推薦したエベン・シーバーと、ジェイビース・ターク・ウェザーの二人、フィラデルフィアからの古い仲間ウィリアム・ポーリン、ドイツ人気玉乗りジョン・シュタイナー、及び気球製作の監督者で実任務を求めた、エベネザー・メイソンだった。ロウは、気球のために、いくつかの場所を設定した。すなわち、 モンロートリで、ワシントン DC、ハーパーズフェリーに近いキャンプローだったが、自身は常に前線にあるようにした。ヨークタウンでは南軍がリッチモンドに向けて撤退するまで、マクレラン将軍に仕えた。樹木の多いバージニア半島では水路を選ぶことを強いられた。気球任務はもっと遠い場所でも要請された。エベンシーバーはイーグルを持ってミシシッピ川に行く任務を与えられ。 そこの前線を助けた。スタークウェザーは、ワシントンをもって、バージニア州、ポートロイヤルに派遣されたが、半島方面作戦の直前のことだった。石炭用橋家から転用されたジェネラルワシントンパーク、カスティスは、気球司令部の河川輸送船として使われており、甲板の上のものがすべて取り去られており、気球のロープや網をつなぎ止めるようになっていた。ローは、 ガス発生機2台と1機の気球を乗せて気球母艦とし後に次のように報告した。私はこれまでにない水路による最初の気球遠征の完全な成功を報告することを満足に思う。私は海軍基地を日曜日朝早くに出発し、有能な気球操縦助手がおり、新しいガス発生機は初めて使ってみたが立派に作動した。インターピッド号。 セブンパインズの戦いを観測するために、コンスティチューションのガスも使って充填しているところ、半島方面作戦の時前線は、リッチモンドに向かって動いた。深い森のために気球が使えなかったので、ローとその気球司令部はその気球のうち3機、すなわちコンスティチューション、ワシントンと大型のインターピットを使って、水路を通って内陸に進んだ。 1862年5月半ば、ローはパマンキー側のホワイトハウスに到着した。そこはジョージとマーサのワシントン夫妻にとって最初の家であり、その後ワシントン DC の大統領官邸がその名前をもらった。当時はロバート・イリーの息子の家であり、その家族はローが到着した時に逃げ出した。ローは数日後にマクレラン軍と出会い、5月18日までに ディッチモンドの北、チカホミニー川の対岸にある、ゲイン農場で、気球キャンプを設営し、またもう一つを、メカニクスビルに設けた。これら見晴らしの良い地点から、ローとその助手、ジェームズ・アレン、父のクロビスは、セブン・パインズの戦いを見通すことができた。セブン・パインズの戦いを観測するために、インターピッド号で上昇する、ロー・サミュエル・ピー・ハイン・ツェルマン将軍の軍団から、 小さな文献隊がリッチモンドに向けて川を渡り、ゆっくりと南軍の部隊によって取り囲まれていた。マクレランは南軍が単純に攻撃を装っていると考えた。ローはその見晴らしの良い場所から、南軍がハインツェルマンの陣地に結集しつつあるのが見えた。川が膨れ上がり、すべての橋が取り外されていたのでハインツェルマン軍団は、主力から遮断された。ローは、 ハインツェルマンの球場について、緊急の伝言を送り、ニューブリッジの即座の補修と援軍を推奨した。これと同時に、ローは目前に迫った戦闘を目撃するために、電報用装置を乗せても高く上がることのできる、大型気球、インターピッドにガスを充填するよう命令を送った。ローがメカニクスビルからゲインズミルのインターピッドの地点に到着すると、 気球は十分に充填されるまで1時間もかかりそうだった。ローは次にキャンプ用夜間の底を切って持ってくることを要求し、インターピットとコンスティチューションの弁の端を接続した。ローはコンスティチューションのガスをインターピットに送り込み15部のうちに上昇した。この新しく見晴らしの良い高さからローは南軍の動きすべてを報告することができた。マクレランは ローの忠告を入れ、橋を修復し、ハインツェルマンの救援に援軍を送った。戦場を訪れていた、ジョアン・ビル伯爵が目撃した、戦闘の証言があり、伯爵はその日の終わりに、ローに、あなたが今日の戦闘を救ったと告げた。北軍気球司令部が有効だったので、南軍も同じように気球を取り入れる必要があると感じた。リッチモンドでは、 石炭ガスがすぐに手に入れられなかったので、最初の気球はモンゴルフィエ兄弟式の合体様式で作られた。綿布が木枠の上に広げられ、油を浸しさせた松傘を燃やしてできる煙で充填させた。これらはヨークタウンで使うためにジョン・アール・ブライアン大尉が操縦した。ブライアンの操作者は経験が足りず、その気球は上空で回転を始めた。 別の時には、捜査者の一人が登っていく策に絡まり切り落とす必要があったために、ブライアンは自軍陣地上に自由飛行することになり、味方の兵士から撃ち落とされそうになった。ガス充填式、絹製気球を製作する試みは、南部が全く輸入品を得ることができなかったために挫折した。南軍は衣服用の絹で気球を作り上げた。歴史家のエヴァンスは、 南軍の気球が衣服を作るための絹で作られ、衣服そのものではなかったと述べている文章を引用した。それは次のようだった。南部のために、日曜日の晴れ着を諦めるよう求められた、南部夫人は一人ではなかった。歴史家、友人ブロックはろが、南軍のジェームズ・ロング・ストリート少将から受け取った。 手紙で、気球を作るために見つけられる絹の衣服を集めるよう、派遣されたと主張する、次の文を引用している。我々は、貧乏が否定した気球を待ち望んでいる時に、ある天才が立ち上がって我々は気球を作るために、南部にある絹の衣服をすべてやるために派遣されるべきと、提案した。それが実行され、間もなく大きな継ぎはぎの船ができた。7日間の戦いのために、 ある日、それは、ジェームズ川を降る、蒸気船の上にあり、潮が引いた時に、サスの上に高く乾燥して置かれた。北軍兵がそれを集め、それと共に、南部で最後の絹の衣服も集めた。これは、この戦争の最もつましいいたずらだった。次は木絹はローに渡され、ローは使いようがなかったが、切断して、アメリカ合衆国議会でお土産として配った。 ガス充填された球体が、リッチモンドの上に、多色の物体として現れ、ランドン・チーブスタイが操縦した。最初の気球が使われる前に、ジェームズ川を輸送中、北軍海軍の US セスモニターの乗組員に捕獲された。二つ目の気球は1863年夏に利用され、渓流所から切れて吹き流され、北軍の手に落ちて、やはり、 アメリカ合衆国議会議員へのお土産に分割された。北軍が気球を利用することが減ったので、南軍もこれに習った。1862年6月下旬の7日間の戦い中、マクレラン軍はリッチモンド郊外からの撤退を強いられた。ローはワシントンに戻った。湿気の多い状態にあったのでマラリアを患らっており、1ヶ月足らず任務に就けなかった。 ローが軍務に復帰すると、荷車、ラバ及び装置類がすべて陸軍兵舘部に返却されていた。実質的に失業状態になった。ローはアンティータムの戦いに従軍するよう命令されたが、戦場に到着したのは南軍がバージニア州への撤退を始めた後だった。ローはポトマック軍の新しい指揮官。 アンブローズ・バーンサイドに再度自分を売り込む必要があった。バーンサイドはフレデリックスバーグの戦いでローを活用した。気球司令部はその成功事例があったにもかかわらず軍隊の社会の中で十分に歓迎されたことはなかった。以前としてカーニバルの工業主くらいに見られていた。粉骨再生の努力にもほとんど考慮を払わない者も,もいた。 気球司令部に何らかの価値を見出した者は、その職務や評判が危険にさらされている将軍たちだった。低い階級の管理職はこの文民の部隊を軽蔑して見ており、軍隊での居場所がなかった。さらに、司令部の誰も軍隊の任官を受けておらず、捕獲され、スパイとして待遇される危険性に直面したままであり、それは死罪を意味した。気球司令部は、 最終的に陸軍公平司令部の管轄となり CB コムストックという一人の隊員の管理範囲に入った。コムストックは文民が自分より高級をもらうことを喜ばなかったので老の給与を1日あたり金10ドルから通貨6ドルに下げた。老は怒りの手紙を投函して辞任すると脅した。誰も老を支持する者が出てこず。 コムストックは態度を変えなかった。1863年4月8日、ローは軍務から身を引き、民間事業に戻った。気球司令部の司令はアレン兄弟に残されたが、彼らはローほど有能ではなかった。1863年8月1日までに気球司令部は使われることがなくなった。飛行船がモーター推進で、 機械的舵取りができるものとして登場した時に、有人空中兵器は陸軍にとって最度重要なものになった。アメリカ陸軍信号司令部は1898年の米西戦争の時にある程度気球を利用した。気球操縦と空中偵察に関するローの報告書は海外にも伝わった。1864年、ローは パラグアイと交戦中だったブラジル陸軍で少々の位を提案されたが、これを辞退した。その後いくらも経たないうちに、ドイツのフェルディナント・フォン・ツェッペリン伯爵が牢を訪問し、その気球操縦術を見学した。フォン・ツェッペリンのディリジブルは、当時の飛行術を変革させた。19世紀には、空中の基地から敵に爆弾を落とすという考えは、 真剣に検討されなかったが、1863年2月に、チャールズ・パーリーが取得した特許では、気球で持ち上げられる爆弾投下設備というものがあった。気球爆弾は無人であり、実際に爆弾を運び、遠くの敵軍の上に落とすという手段がない理論的なアイデアだった。また文民が運営した気球司令部には爆弾を落とすというようなことを期待されることもなかった。 ありがとうございます。